タートを切っていきました。ただスタートやり直し、スタンドからもあーという声も聞こえましたね。はい、さあ、まあ、一発勝負、しかもそのバトンで勝負となるとプレッシャーも大きいですよね。一走もそうなんですけどね、だって待ってるですね、はい、それ以外の3人もやっぱり緊張してますからね。そうですよね、不正はありません。グリーンのカードです。スタートやり直し、2走、3走、4走もやはり同じ、もしくはそれ以上の緊張感を持ちながら、はい、さあスタートのやり直し、一発勝負、決勝戦。4レーンは小野、5レーンは山手。さあスタート、はい、高校女子 400m リレー決勝、前半は小野がリードする形になるかと思います、はい、あ、そうですか、はい、さあ注目のバトンです。はい、2つもいいですよ。はい、山田、はい、ともにうまくいきました、はい、これは2勝ね、松永さんね、はい、小野が伸びてきましたね。さあ3走へバトンはどうだ、小野が出てきました、はい、4レーンは小野、5レーンが山手、優勝争い、山手は食らいつきたいです、はい、はい。さあ小野が少しリードか、アンカー勝負だ、4レーンの小野、そして5レーン神戸山手女子、姫路商業持ってきます。さあデッドヒート追いかける、さあ優勝は小野、初優勝小野、46秒55、はい、速報タイムです。大会記録が出たじゃないですか。出ました、46秒69の大会記録を上回って46秒57、大会記録で小野が初優勝です、はい、おめでとう。見事な記録です。見事ですね、はい、いやバトンはどうでしたか。小野はやはりね、昨年からこのメンバーで組んできてますから、はい、3年生と2年生でやっぱりそのバトンが昨年から続いたものが、はい、今日出たかなと思います。あ、はい、念願の初優勝です、はい、ガッツポーズ、初優勝の小野。放送席、橋本さん、はい、初優勝を飾りました小野高校のアンカー石野智美選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。チーム初優勝ですよ。はい、すごく嬉しいです。今日のみんなの走り見ててどうでした。予選も準決勝もいろいろハプニングがあった中で、決勝はこうやって優勝できたこと、もやっぱりチームのみんなのおかげでしっかり走れていたと思います。ご自身の走りはどうでした。一番良かったと思います。はい、今シーズンの目標を教えてください。しっかりインターハイに行って出場だけでなく、しっかり結果を残せるように頑張ります。さらに記録伸びることを期待しています。ありがとうございます。おめでとうございました。見事初優勝を飾りました小野高校の石野選手でした。